7月2日は、グレゴリオ歴で年始から183日目にあたり、年末までは、あと182日ある。平年では1年のちょうど真ん中にあたる日である。新京都革命、マーストンムーアの戦い。クロムウェルが名を挙げた、トーマス・セイバリ、蒸気機関の特許を取得奴隷戦のアフリカ人奴隷による、反乱、アミスタット号事件、ガーフィールド大統領暗殺事件。 大統領が狙撃された瞬間を描いた、絵飛行船、セッペリン号初飛行満州で、中国人と朝鮮人の農民が推理をめぐり、衝突した満宝山事件関東軍、特殊演習金閣寺放火事件アメリカ合衆国で、各種の差別を撤廃する、公民権法施行。リンドン・ジョンソンによる、同日の演説を聞くハレー水星探査記事夫、打ち上げライブ8作家ヘルマンヘッセ誕生。 右画像は、カルフニアルヘッセの聖歌。物理学者、ハンス・スベーテ・メキシコ第63代、大統領ビセンテ・フォックス・ケサーダ。2000年の誕生日に大統領に当選申請ローマ、皇帝、アドルフ、ハイイの後、アルブレヒト一世と戦い戦士、予言集で知られる医師、先制術師、詩人、ノストラダムス・ボーツ。山崎の戦いで、明智光秀戦士哲学者。 ジャン・ジャックル・ソー・ボツ。イギリス首相、ロバート・ピール・ボツ。第4.6代日本国内閣総理大臣、松方正義・ボツ。サッカー・アーネスト・ヘミングウェイ・ボツ。ハンゲ、ショーズ。ありがとうございます。